します。お願いします。この前ね、はいはいはい、ちょっと和食屋さんに行ってね、お和食いいね、でかっこいいなと思って、うん、あ高級割烹とかいいですよね。だから和食もやりたいなと思ってね。いや無理やろそれお前。いやちょっと考えてきたから。難しいって言うで和食は。ちょっとやらさせて。お客さんで行くわ、うん、すいません、予約なしで行けます？ジャニー、え中国人え、いらっしゃいませんね。いらっしゃいませ全然聞き取れんな。あすいません、すごい顔してるなおい。おふくろさんよーお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 ーの時の顔ですよ。あれじゃあずい、すごい大将やな。バイクで来ました？いや来てないですけど。あそうですか、はい、ガソリン臭かったんで。失礼やなおい。鼻がきくもんで料理人がもん。ああプロなんですね。初めて来たんですけど、なんていうお店なんですか？花に花にお茶の茶に茶で、うん、カカチャチャです。カカチャチャ変な名前。娘の名前から取りました。娘の名前、カカチャチャ。中二です。中二、思春期だ。丸坊主です。なんで丸坊主？部活の関係で。あ柔道部とかですか？吹奏楽です。なんで丸坊主？フルート吹いてます。丸坊主フルート。名前がカカチャチャなのに学校では丸坊主フルートって言われてます。そうですよね。そっちがインパクト強いから。毎晩泣いてます。かわいそうに。あんたのせいやろ。助けようがないです。あるよ。生やせ、髪を生やせ。可愛がってやってください。何を娘だと思ってうちの店を。ああこの店をってことですね。ああまあでもすごい店ですね。でもなんかなかなか予約取れないんですか？そうですね、まあ、うちは1日2組しか取ってませんので。2組でやってるんですか？すごい。僕の限界です。ああいやいや、まあまあすいません。いやいや大丈夫、別にそんな謝らなくても。その2段階であげるな。何やこれ。浜田さんが CM してるやつ買ったもんで。パワードスーツですか？浜田さんが CM してるパワードスーツ、つけてるもんで。すごい、やっぱいいんですね。あれはいいよ。あそうですか。試してくださいそんなんいいんですよ。じゃあ料理お願いします。始めていきましょうか。うちは料理とそれに合ったドリンクを出してます、はい、あ一品一品こうドリンクも変えてくるんですか？そうです。まず一品目こちらです。うわ楽しみやな。はいはい。川魚お好きですか？ああ全然大好き。ああじゃあよかった。シンプルに鮎の塩焼きです。うわ鮎大好きです。ただの鮎の塩焼きに見えますが、実はこれは2センチに満たない小さい鮎の身と皮を剥いで、それを全部丁寧に焼いて、もう一回戻して一匹の鮎に戻してます。スイミーみたいにしてるんですか？絵本のスイミーみたいに目が黒い。ちっちゃい鮎のが身が柔らかいので楽しんでもらえると思います。あすごいですね。軽く塩振ってます。こだわりすごい。そして最後に、うん、仕上げでタルタルを麦を。タルタルを麦をタルタルを麦をどうぞどうぞ。タルタルの味しかせんやろ。ちょっとそれに合ったドリンクがこちらです。何ですかこれ？オーストラリアの炭酸ジュースです。いらんわそんな。マッグワイナーです。マッグワイナー。体中の血が走り回って一回止まります。怖えな。マッグワイナー怖えな。おい次の料理いきましょう。あお願いします。はいはいはい。ズズ、シンプルにタイのカルパッチョです。わタイ大好きです、はい、ただうちのタイは明石で取れた8キロ以上のものしか使ってません。いえ大きいやつ。それを一回昆布締めにして塩で固めます、はいはい、それをすだちの木の下に埋めます。埋める一回埋める。そしてすだちが大きくなるときに、はい、土から栄養分をぐーっと上げるときにそれがタイに入ります。まどろっこしいな。そのタイとその木でできたすだちです。うわすごい。楽しんでください。これはこだわり。そしてこれがすだちです。軽く絞って。こだわりがすごい、ね。仕上げにタルタルをみちゃちゃちゃみちゃ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 みちゃちゃちゃみちゃみちゃちゃちゃドゥズここタルタル専門店か。そんな見てがあったらお笑い草ですね。ここや今んとこ。なんやねんこれ。それに合ったドリンクはこちらです。なんなんすかこれ。フィリピンの炭酸ジュースです。いらんな。みっちゃにです。みっちゃに下に豆が入ってます。気持ち悪いな。なおこんなもん投げないでください。瓶なんで。言っとくよ。上の口がでかいタイプの瓶です。ビックルみたいなやつですか？ビックルみたいな瓶です。ガン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 なってますよあれ。割れませんからね。やらないあれ割れんからガンガン。他にもお客さんいてますんで瓶投げるのは。いや言っといてくださいよ。もう一つに来られてますんで個室の方に。個室の方に来てるんですか？芸能人とかですか？お忍びで来られてますんで。ここだけの話誰ですか？
安藤優子さんです。なんで安藤優子さん、エグザイルの若いの8人ぐらい連れてきてます。そんな人安藤優子さんってそんな人じゃないでしょ。毎晩どんちゃんやってますやってない料理、3品目です。あ、3品目何これ。シンプルにお茶漬けです。お茶漬け、新潟のうまい新米が入ったんで、それにお茶かけです。いいですか、お茶漬け。これもシンプルにいただいてみてください。ああ美味しいですね。これ口開けて、えみー、タルタルやろ。もうええわ。どうなりました。ありがとうございますね。いや、そんなことよりはね、最近の日本男児はぬるい。何を言い出したんだお前は。いや、ぬるい。お前も日本男児やろそんなもん。お前いやな、わしはな、こういう時はな、幕末ごっこせんとあかん。幕末ごっこ、いや聞いたことがないけどな。いやな、幕末時代のな日本男児っていうのは常に日本の未来のことを考えてる。まあそう言われてるわな。毎日のように山の頂上に登ってでっかい握り飯を頬張りながら日本の未来について語り合っとる。それお前の勝手なイメージちゃう。いやいや、それお前これをやるのが幕末ごっこや。おもろいんかいなそれお前。おもろいかな。もうちょいやってみよう。そしたらよ、分からんから。幕末ごっこっていうのはな、キャラクターがあってな。キャラクターね、はいはい。頭も切れてリーダーシップも取れて腕っぷしもすごい、名前はビフ。ビーフ、美しいかで。えらいかっこいいやんか、ビーフ。ほんでお前の方は大男でヒゲ面で大バカ野郎で、名前は太松。もっちゃりしとんな、なんかおい。太松で、太松にはセリフがあって、何を言われてもわしにはわからん、アホじゃけ。完全にアホやんかそれお前。やってみたら。大丈夫かそれお前、はい、太松、これが山の頂上じゃ、こっから見渡せるのが我が国日本じゃ。わしにはわからんアホじゃけ。これからは海の向こうには外国あるぞ。わしにはわからんアホじゃけ。これからはどんどん外国人が日本に入ってくるぞ。わしにはわからんアホじゃけ。わしにはわかるぞ日本の未来が。わしにはわからんアホじゃけ。太松、握り飯はうまいか。わしにはわからんアホじゃけ。お前はほんまにアホじゃろ。わしにはわからんアホじゃけ。どんだけアホなんだおい。アホすぎるやろこのキャラクターはお前。どんどん男らしいなってじゃないか。悲しがるわなんかこのキャラクターはお前。こんなもっと他のシーン、なんか他のお前。幕末シーン、幕末時代やからな、決闘のシーンや。決闘の、あ、そういうのやんかお前。ほんなわしの方は、頭も切れてリーダーシップも取れて腕っぷしもすごい、名前は青龍。青龍、星が流れる。えらいかっこええやんかお前。でお前太松、いらんど太松。おいお前太松好きやろ。それを変えてくれ太松。お前は変えんのもんな、セリフでセリフ。あんなかっこいいセリフやろ。うん、名を名乗れ。おらええやんかお前。お前を切る。おらええやん。わしにはわからんアホじゃん。いらんぞそれが。わしの名前は青龍、名を名乗れ。そんなに大きなしゃもじを持って何をする気だ。お前を切る。わしには分からんアホじゃけ。またアホやねんかおい。またアホやねんか。これやったらお前はしゃもじじゃ勝てん。当たり前やろそんなもん。何で持ってきたらしゃもじみたいなもん。いや、ほんお前せえや太松。女わしが太松しやるや。女わしが太松するけん、お前向こうから走ってきてやな。どんなやつ俺は。親分金ですよ金、この金盗んじまいましょうよ、金さえやったら天下取ったようなもんですよ、親分世の中金ですよ。最悪のセリフやんかお前。で名前は細松や。公文やろそれ。親分、親分、金ですよ金、この金盗んじまいましょうよ、金さえあれば天下取れますよ、親分世の中金ですよ。わしにゃわからんアホじゃけ。かっこよすぎるやろおい。お前の太松かっこよすぎるやろ、どう考えてもね。いや、もともと太松っていうのはかっこいい。細松が最低なんや。さすなよそんなキャラお前。俺の太松すらそれやったらお前。お前が太松いいやん。かっこいい太松をするわそれやったらお前は。なんかもうシーンも決めるわ俺が。どんなんだ。多分な、豪快なところがええから、うん、バッタバッタと敵をなぎ倒して、うん、ここでかっこいいセリフを一言やしもうた、味方も殺してもうた。なんでなほやろそれやったらお前。かっこいいセリフを一言やお前。細松、金をかき集めろ。最低の二人やんかそれやったらお前。細松、刀を抜いてくれ。死んどるやろそれやったらもうお前。細松、あいつと顔そっくりやないか。どうでもええわ今その死体がどうとか。芋を盗んだぐらいで怒るからや。芋泥棒やんか。そしたら太松がやったー、しゃもじで勝てたー。勝たないやつこどんはお前は。わしの名前はアホ松様や。自分で言うとらねえかアホ松って。お前はやか違うやんか。どう考えてもお前、お前こんなんして日本男児もようなるんかよお前。わしにゃわからんアホじゃき。もうええわ、ありがとうございました。ありがとうございします。あのや、ピザの注文って難しいよな。いやめっちゃ簡単やんかお前。あの電話するだけでやんかお前は。ほなちょっと見本見せて。わかったわかった、うん、ピッポパポピプル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 。はい、もしもし、ピザボックスのイカザワリでございます。イカザワリ、はい、すごい名前ですね。はい、名字にイカが入ってくるんですか。イカが入ってきました。来ましたじゃないんですよ。すいません、ミックスピザ2枚ください。ありがとうございます、はい、それではご注文の方を繰り返させていただきます。はい、炙りサバ寿司20本。違いますよこちら。すいません、違います。イカザワリさん、はい、違います。炙りサバ寿司いらないんですよ。はい、ミックスピザ2枚です。そうですよね。そうですよね。
お願いしますよ。すみません。お客様、今キャンペーン中でして、はいはいはい、ピザを1枚頼んでいただけると、プレゼントがついてくるんですよ。あ、そうなんですか。はい、いいですね。こちら、選んでもらう形になってるんですけど、はい、何ですか。ピザストラップか、ピザストラップル、はい、そんな可愛らしいなんかあるんです。座ります。ストラップルか、ストラップル。メンソールのタバコとなっております。なんで、ストラップとタバコの二択おかしいですよ。タバコでよろしかったですか。いらないですから。ピザだけお願いします。ありがとうございます。それではご注文の方を繰り返させていただきます。はい、炙りサバ寿司二十。違いますよ、だから。炙りの方でよろしかったですか。すいません、変わってください。昆布の方です。イカザワリさん。はい。チェンジ、チェンジ。チェンジで。変わってください。お電話変わりました。はい、イカザワリでございます。変わるよ、お前。おい、違います、違います、違います、さっきのイカ触りとは違う方のイカ触りです。イカ触りを2人も雇うなよ、そんなもんおかしいやろ、どう考えても、はい、お願いします。ミックスピザですよ。ありがとうございます。それではご注文の方を繰り返させていただきます。はい、炙りサバ寿司20本。お前もか、萌えは。どうも、あたしゃー。はい、どうも、チロです。お願いします。言ってますけどもね、ちょっと憧れの職業があってな、うん、憧れの職業は何をするの。あの木の職人になりたいの。木の職人、うん、大工さんとかそういう感じ。そう、やっぱ木ってやっぱ生きてるから難しいっていうかな、なんか頑固な方っていうイメージある、ね、そういうのに一生向き合いたいなと思って。ああ、渋いね、それは。だからちょっとそれやりたいから、お前ちょっと弟子入りして。あ、弟子ね、はいはい。すいません、お時間よろしいでしょうか。あー、じゃあねーよねー、すいません、お時間よろしいでしょうか。狼の子ですか。外寒いけ用事あるんだな、中入り。優しい、すいません、失礼します。すごい優しかった。ちょっとあの弟子入りしたくて来たんですけども、うん、あ、すごい、ね、貫禄すごいですね。すいません、お名前は何ておっしゃるんですか。鉄筋タワマン太郎。鉄筋タワマン太郎、木と真逆じゃないですか。すごい名前ですね。だからこの世界入ったんかな。あ、反動でね。えらいいじめられたよ。かわいそうですね。ちょっとあの木の技術を学びたくて来たんですけども。まあね、そうやってわしんとこ来る子おるけど、まあ木の世界じゃまだ小学校1年生みたいな。いやいや、そんなことないです。すごい方って聞いております。まあ今日時間あるんやったら見ていきないや。ないや、ないや、ちょっとわかんない。盗めるもんがあるなら盗んでいきない。やないや、ないやを大事にしてるな。ちょっとすいません、今何を作られてるんですか。表札よ。あ、表札ですか。うわ、すごい。表札っていうのはな、家の顔じゃけね、はい、かっこいいですね。あ、これが曲がっとったら中に住んでる人間の顔も曲がるで。あ、なるほど、 いいです。そんな、これが曲がった顔とかわかりますから。何ですか今の。いや、分かりますよ、曲がった顔ぐらい分かりますって。人が曲がった顔ぐらい、ちょっとねえ、すごい、なんか木の声聞いてる。木はな、生きとるけえな、はいはい、痛かったらそれ以上削らんといてって泣くんよ。今なんて言ってるんですか。痛ないよ。聞いて損しました。ただの真逆でした。はい、こっから地彫りに入る。地彫り、字入れるけね。なるほど、なるほど。これはもう命吹き込んどんと一緒よ。はいはいはい、大事な作業だ。臭っ。口臭いっすね。臭っ。臭いっすよ。イカフェ。イカフェ、うん。はい、わしイカフェ。え、韓国料理のあのイカのお刺身ですか。基本イカフェよ。基本あれ、基本イカフェの人います。イカの刺身をこっちじゃ、はい、何してるんですか。あのね、はい、字入れたら命が入るけね、はいはい、木が血の匂いするんよ。そうなんですか、すごいな。ああ、嗅いでみ。イカフェの匂いしかせんわ。何やこれ。仕上げに、はい、仕上げですか。薄く接着剤つけてね。すっごい綺麗な長方形になってる。これで仕上げあるで。仕上げの作業だ。最後に、はい、ラインストーンギャシャリ。ラインストーンギャシャリ。ラインストーンギャシャリ、ギャシャリ、ギャシャリ。ラインストーンのお店できたよ。チャラい店。これ特別発注やからね。なんかもっと渋い店かと思ってました。なんかお寿司屋さんのこうまな板作ったりとか。ああ、坊主ええとこ来たね。はいはい、はい、今から寿司屋のまな板作るけ。あ、そうですか。もし時間あるんなら見ていきなや。ないや、ないや。ちょっとまな板の作業は見たいです。お願いします。今坊主、
わしとお前の間に何があるか分かるか。いや何もないですよ。木が一枚あるんよ。薄い木ですか。これぐらい薄削った木をね。すごい成功じゃないですか。1万枚重ねて。1万枚すごい作業だ。9999。はい、1万。すごい作業で、こうやって作るんだ。これを焼き入れ入れるよ。あ、焼き入れ。炭にギャシャン。これもう燃えてるじゃないですか。ああ、焼き入れっちゅうのは一番大事やからね。いいんですか、こんなもうまな板が燃えてますけど。シャワー、うん、なんで今シャワーですか。焼き入れはね、はい、これは木の職人の命やけ、はいはい、こんな汚い体じゃ無理なんよ。あ、なんかこう神聖な儀式ですから。そう、洗わんとあかんのよ。体を清めてやるんですか。うん、なんか尻重点的に言ってます。血芸濃い人ですか。尻重点的に。ちょっとすちょっとすいません、なんでそんなお清めの儀式で尻を重点的に行くんですか。血芸が濃いんかな。ちょっと何してるんですか。シャワーヘッド取って直で行ってます。ホースで直で行って中洗浄してます。ほうほうですか。多分ほうですか。すごい、こんなに綺麗にするんだ。はい、出てきました。はい、坊主、はい、丸焦げよ。丸ダメじゃないですか、丸焦げ。ただこれを1枚はいだらこんな綺麗な木が出てくるんで。うわ、すごい綺麗なクリーム。おい坊主、よう持っとけ。はい、お客さんちゅうのはな、はい、なんぼいいまな板作っても最後の焼き入れが曲がっとったら嫌がるもんなんよ。焼き印ですか。おわ、すごい。ちゃんと持っとけよ、はい、最後に焼き印、はい、ビトンの焼き印中。ビトンの焼き印中。チャラい店。ラインストーンギャシャリ。ラインストーンギャシャリ。もういいですよ、こんな店も帰らせてください。おー、帰るやったらこれ持ってき。何ですかこれ。カレーバーグディッシュの皿。あんたが作っとったんかい。もうええわ。どうもありがとうございました。こちらです、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでございますけども、まあね、こう見えて家族もいましてね。こう見えてってな。ちゃんといますよ、大悟もね、家族が。まあ、その、たまにはね、家族旅行も行ってやりたいなと。あ、家族サービスね、いいやんか、それは。で、あの、サファリパークに行ってやりたいな。あ、楽しいやんか、サファリパークね。ただね、その、わし行ったことないから、楽しみ方がわかる。行ったことない。その、簡単よ。もう行くだけで、案内の人がずっと車で連れて行ってくれる。あ、行ったことあるの。その、乗るだけでいい。あ、ちょっと見本見せて。また家族で行くわ。はい。はい、すいません、お願いします。すいません、ちょっと低くないっすか。だいぶ低いです。セダンです。セダン、サファリパークセダンで回ります。だいたいあれジープ型のやつじゃないんですか。グロリアです。グロリア、18の時に買った。18の時はグロリア。まあいいですけど。どうもどうも、知らないです。土壌とどうも。今日あの担当させていただきます、はい、エロイカです。エロイカ。ロシアの方かなんか。日本です。日本ですか。下の名前はゲソ太郎です。ゲソ太郎、エロイカゲソ太郎。まあ園内ネームだと思ってください。園内ネーム、あ、そういうのがあるんですね。あ、今日はご家族で。そうなんです。楽しんでください。嫁と子供です。どうもどうも、行きましょう、はい、お願いしますね。あ、楽しみだな。奥さんですか。そうです。はい、嫁なんです。熟されてる言うなよ。何や熟されてるって。38ですよ、ってところでしょうね。ところでしょうね、やれよ。なんか僕聞いたんですけどね、なんか男性っていうのは、うん、なんか性欲がどんどん落ちるらしいんですよ、うん、ただ女性はね、うなぎ登りらしいですよ。最初にする話か、おい。おい、じっとり見るな。濡れた目で嫁をじっとり見るな。奥さんだ。こいつ奥さんだ、やれよ。坊ちゃんかな、あの子供2人なんですよ、はい、今日は楽しんで行ってくださいね。お願いしますね、うん、ここはなんていうその園なんですか。ここはゴンゾーイン園です。ゴンゾーイン園、ゴンゾーイン様の私有地。ゴンゾーイン様、ちょっとこの町はもう全員ゴンゾーイン様のおかげで食べれてます。ちょっと怖いんですけど、すいません。僕もゴンゾーイン様がいるおかげでご飯が食べれてます。いや、ちょっとわからない、すいません。ゴンゾーイン記念館の一部にあるゴンゾーイン園です。ちょっとわからないんですけど、すいません。なんか社長みたいな人ですか。王です。王、この町の王です。この町の王、ゴンゾーイン様、ありがとうございます。ちょっと怖いです。まあまあいいんですけど、なんかあのホワイトタイガーっていうのがいる。そうですよね、みんな目当てできます、ホワイトタイガー。そうなんですよ。坊ちゃんも写真撮れるといいね。カメラ買ったんですよ、ね、新しいですか。今日は何か旅館とかに泊まるんですか。まあまあ一応ね、まあ言わなダメかな。まあ一応はいいな。はいはい。なんか近所の旅館に泊まるんですよ。何か僕聞いたんですけど、今は部屋に露天風呂がついてる部屋とかがあるって聞きましたよ。あ、そうそう、ちょっとそういうとこ泊まろうかなって。泊まるんですか。
はい、高いんでしょ。まあちょっとしますかね。なんか一人二三千円はするんです。いやそんなことないですよ。いや一人二三千円でそんなとこ泊まれない。違うんですよ。あの一人二万円ぐらいなんですよ。一人二万円。一人二万円。まあそんぐらいですかね。一人二万円の部屋に泊まるんですか。はいはい。みんなで二万円ですか。いや一人二万円。一人二万円。二万円の部屋に泊まる子供見てみよう。見るな。見るなおい。いいやろそんぐらい楽しめるかな。楽しめるかなじゃないね。いや一応家族さん。すごい人なんだ。いやすごい人じゃない、奮発しただけでね。すごい人じゃないですか。8万円だ。まあまあ4人で8万円。一生食べれますよ。そんなことないですよ。食べれますよ。一緒。え、ちなみにここで1日働いてどんぐらいもらえるんですか。2000ゴンゾーイン円。独自の通貨、独自の通貨があるんですか。2000ゴンゾーイン円。2000ゴンゾーイン円、はい、円です。はい。ちょっとあの価値がわからないんですけど、朝日の缶ビールが1万ゴンゾーイン円。朝日のちっちゃい缶ビールが1万、月に一度飲んでます。僕月に一度ビール飲んでます。いやいやいいですけど、それはゴンゾーイン様がそのゴンゾーイン円をくれるんですか。もうずるずるつきますよ。お願いしますよ本当に。はい、気つきました。ご覧ください。はい、ゴンゾーイン様のレクサスです。見せるなそんなもん。おい、ゴンゾーイン様の安心の紺色だ。安心の紺色じゃないの。おふどい。ホワイトタイガーじゃん。ホワイトタイガー見てくださいじゃないの。それやめて、ゴンゾーイン様っていうのちょっと怖いから。眠たいな。眠たい。一番怖いセリフダメよ。今80時間労働で。すごいな。労働環境すごいな。眠たいな。80時間労働。一度寝ます。寝るなって。ちょっと、なんなんこの人。ゴンゾーイ様。大丈夫ですか。なんかうなされてましたけど。今うなされてましたよ。夢でちょっと出てきました。ゴンゾーイ様が。何の夢を見て。月に一度あの車で僕たちを引きに来ます。怖いな。ゴンゾーイン様が、僕たちはあの蛍光塗料を頭からかぶって逃げ回ります。ゴンゾーイン様、大丈夫ですか。ちょっと眠いのとかやめてください。ね、これね、なんかあの、何ですか、スッとするやつなんですよ。何ですか。いや知らないんですか。あのフリスクって言うんですけど。知らないです、出たことがない。あ、そうなの。いただけるんですか。あ、いいです、いいです。はいはい、です。あ、いい、こんなにいいです。いやいや、何でも一人一個って決まってます。そうなんですか。嫁に持って帰ってやってもいいですか。優しいですね。嫁に何もしてやってないんです。あ、そうですか。日頃、喜ぶと思います。いや、喜ぶんじゃない、喜ぶかな、フリスクで。喜びます。奥さんいらっしゃるんですね。いますよ。いいですね。どこで出会ったんですか。園内結婚です。あ、いいじゃないですか。いろいろ出会いで恋愛したりして。そうじゃないです。違うんですか。年に一度ゴンゾーイン様がお前とお前、怖い、怖いよ。いいんですか。お前とお前、たまにお前とお前とお前、うちの家族に何聞かしてんの。こいつは聞くなよ子供。いいんですよ、ホワイトタイガーですよ。行きましょう。早く早く、ホワイトタイガー。見えてきました。見えてきました。出てきましたよ。カメラ用意して。あの岩の端から、はい、ほら出てきた。出てきました。ホワイトタイガーですか。牛です。牛はいらん、牛はいらない。あっちから出てきました。右の方から出てきましたよ。ホワイトタイガーですか。うわ、牛です。牛はいらない。ホワイトタイガー、はい、一番奥から出てきました。ホワイトタイガーですよ。ホワイトタイガーですか。ホワイトタイガーです。ホワイトタイガーです。ほんまにおるんかい。もうええわ。どうもありがとうございました。
千鳥です。お願いします。漫才しますけどね。漫才してますよ。子供の頃はね、漫才師になりたかったわけじゃなくてね。あ、違う夢があったんや。わしはその小学校の先生になりたかった。あ、いい先生ね。でね、未だにやりたいことがある。あ、何をする。やっぱ小学校でこういろいろ問題が起こるでしょ。いろいろあるわね。給食費が盗まれたとか。嫌な事件ですよね。ああいう時にこのホームルームでね、そのみんなにはバレないように犯人を見つけ出して、ほうほうほう、でその子をこう職員室に後々呼び出す。こっそり呼び出すんや。そこでどういう説教してやる。なるほど。そこで何て言ってやるかでその子の人生は変わってくる。熱い説教ね。そういう人を変えれる先生をやる。なるほどなるほど。ちょっとやらさせてくれ、うん、じゃあ盗んだ生徒するわ、うん、悲しい事件が起きました。先生はみんなのことを信じてます。みんな目を伏せてください。正直に手を挙げてください。ノブー。ノブじゃねえ。ノブじゃねえ。全部バレた。全バレ。こっそり連れ出す、ね、そうそう、こっそり連れ出して職員室で何を言うてやるかね。そうやそうや。この子は今心が氷のように冷たくなってるから、うん、こういう生徒を抱きしめてあげてこの氷を溶かしてあげんと。それが先生のやることでしょうか。やらさせてください。気持ちは熱いんです。みんな目を伏せてください。正直に手を挙げてください。ノブノブでした。皆さん卒業するまでいじり倒しましょう。待って待って、大いじめが始まら、大いじめが始まら、頼ま、こんなことで子供たちの人生は狂っていくんですよ。わしは来た瞬間に抱きしめてやろう思うと。そこまでせんでいい。なぜならこの子の心は凍れるようになっとるから、それを溶かしてる。分かった。そしてわしはバイクの後ろに乗せて海まで行っちゃろう思うと。そこまでせんでいいね。ほんで海まで行ったら何も喋らない。喋れよ。先生ごめんなって言ったら言うてやろう思う。なんて、おー、ええどう、薄いな。薄いぞ。ほんで家帰ってもわしゃこの日この子家泊めちゃろうもん。なぜならこの子は朝親の朝飯を食うとらんから。だからこういうことが起こるんや。何やその推測。わしみたいなもんは不器用で飯屋作れんかもしれん。それでもええんじゃ。温かい味噌汁と米をこの子に食わしちゃうことでこの子は人間になるんじゃ。やらせてください。目を伏せてください。正直に手を挙げてください。手を下ろしてください。今手を挙げた生徒は後で職員室に来るように。それではみんな顔を挙げてください。今日はね先生、みんなに一つだけ言葉を覚えて帰ってほしい。人間としての幹を不倒しちゃうことやろうが。こっちやろうが。この子は今ここが細いんじゃ。幹が細いけフラフラしとんじゃ。フラ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 じゃこうじゃ。恥ずかしないんか。この子を大きく歩かしちゃってくれ。二重人格なんかな。目を伏せてください。正直に手を挙げてください。手を下ろしてください。今手を挙げた生徒は後で職員室に来るように。みんな顔を挙げてください。それではホームルームを終わります。起立。気をつけ。おいおいおい、よしよし、レイ。ああ、謝りに行こう。ガラ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 。先生すいませんでした。お前家が貧乏じゃけお前じゃ思っとったろ。最低か。どうもありがとうございました。どうもこんにちは、千鳥です。お願いします。岡山県出身でやってますけども、大悟大悟、
ちょっと切ない話になるんですけど、でも大丈夫でしょうか。でもちょっと聞きたいなっていう。先ほどの、うちの親父の話なんですけども、本当に人がいい、僕と全く違う、その腰の低い頭ばっかり下げるうちの親父なんですけど、島から一回も出たことないような、僕がこうやって芸人でちょっとテレビ出るようになってから実家の島に帰ったんですよ。ならお父が、島の、親分とこに挨拶に行くどって言い出して、まずなんか60も超えた親父がわしになんか親分っていう存在がおるんやって思いながら、まあね、はい、そのまあ、要は島のまあ社長、大社長にいつもお世話になってるから、お前テレビ出るようになってんやから、であと毎年のお前からじゃ言ってよ中元を送っとんじゃん、で僕は送ったことないんですけど、うちの親がこうて大悟からですって日頃お世話になってます言うてなんか持って行っとると、でそれをお前これから親分とこいあの行くけ車乗れ言うて、ちょ、まあまあお父世話になっとるし行こうかな言うて、なわしからわしがこうてきたことにすりゃいいんじゃのこの見上げようというか、なおそうしてくれ言うて、このまた軽トラでバーッと走り出して、なお父が大悟、今わし何しとるか知っとるかって言い出したんですよ。で知らん、もう仕事あんましてないんかって言ったら、おあんまりもうの仕事はあれじゃなくなってのって、今の海ってのできるだけ丸い石を見つけて親分とこ見せに行くんじゃ、なんじゃその仕事はと思ってね、そのできるだけ波で角が取れた自然でできた丸い石を見つけ次第島の親分に見せに行く、おうちの親父は日頃やっとるんだと思うて、おうそうか、そこでね、なしとなとは言わないから、おうそうか、丸いんが見つかったらええの、おうこの前もええ丸いん見つけて持って行ったんじゃ親分のところに、でそうかそうか言って、その家に着くんですね社長のとこに、ほんならこの「あの大悟が今日帰ってきましたんで」言うて「わちめ詐欺」言って「ああどうも」言って「弟お母がいつもお世話になってます」言うて、でこれ大悟からなんか親持ってきたんじゃ言うて、でどうぞ言うて、まあなんか買ってたやつですよ、はいはい、ほんならそこやそのお家が「ほんでもうそれ食べましょう」みたいな、なんかゼリーやったんですよ、をなんか床の間にあの通してもらおうって、でわしと弟座って。ほんで、そのゼリーが出てきたら音が「うわこれの凍った時からええやつじゃもう取ったんです」言うて「もうあんた凍ったんバレとるで」と思いながらまあまあ今言ったらなんかその細いカップのゼリーをもうその一口ぐらいシャコシャコシャコって食いようんですよ、うん、でああって食いながら、ほんならその親分が「おい大悟」って僕に、うんうん「お前よう頑張った」うんのテレビ出て漫才師で、うん、確かにこの島ではの東京の社長さんになった人もおる、大学のごっついとこ行った人もおる、病院の先生になった人もおるわ、わしはいろんな人を見てきた、その中でものお前が一番すごいわ、見てみこんなもん言うて、うちの弟もうちの弟もな「へえ」みたいな「おへえ」言うとんな思いながら意味こんなもん言うて、帰りに、うん、弟がやっぱ僕なんか言うてくれると思ったんですよ、うんうん、はい、お前はこうなるような日から、うん、船でこうなるような日から芸人になって弟と違う生き方して、うん、テレビ出るようになって、うん、弟があれだけ言う親分から、うんうん、島で生まれた誰よりもすごいと弟をわしは言ってくれたで、弟をさぞかし鼻が高いじゃろうもうて、帰りの車で弟が何言うんかなと思った弟が、大悟見たか、床の間に丸い石飾っとってくれたのありましたね、何なんなん、何のジャンルなんだ、何のジャンルか、いい話というか全てが入った話ですよ。僕瀬戸内海の
小さなすごい田舎の島で生まれ育ったんですよ、はい、で本当にあのバスもタクシーも信号もないコンビニとかもないんですよ、はい、だからちょっとあの皆さんとこう、あの育ってきた環境が違うと言いますか、うん、でその島はやっぱ島のルールみたいな、うん、東京とはやっぱ違うんですよね、うん、でまあうちその貧乏っていうのもあったんですけど、うん、その昔ですよ、相当昔、僕は小学校3年生の時ですけど、今はそんなことしてないんですけど、僕ん家の家の移動手段が下部にの荷台に板くくりつけて、それに兄弟3人でしがみついてたんですよ。こういう状態で姉ちゃん姉ちゃん僕みたいな、はい、島ですからね。でそれででも別に僕の友達とか車持ってる人もいて、であの運動会の日にいつものようにお父がほな帰るぞ乗れ乗れ言うて、でもさすがにみんな友達が車で帰っていく中、その下部の荷台の長板にくくりつけたやつに乗ってるのちょっと恥ずかしいというか、こんなのは嫌やなと思って、で家帰ってちょっとこう落ち込んでたんですよ。ほんでお父が何をお前な落ち込んどんかいってなって、でもそうあのお父やっぱそのわしも車欲しいわっていうの言ったんですよ。どっさやな。だからそのうちの親父が、なんやお前車欲しかったんかいってなって、早言わんかいそんなことを言うて、日曜日まで待っとけって言われて、でわし日曜日になったらそのお父が車買うてくるわ思って、日曜日まで待っとったら今度お父がその下部の荷台の板を取って、そこに発泡スチロールをくくりつけたんですよ。でその発泡スチロールにうちの島で取れた海の幸の冷凍をパンパンに詰め出したんですよ。でそれを乗っけて、ほんなん行ってくるわ言うてフェリーに乗ってそのバイクごと本土に行ったんですよ。で後々聞いたらそこに電話の権利書もなんか挟んでたらしいんですよ。とにかくその海の幸と株一台で音は本土に向かって夕方にブルブルの軽音で帰ってきたんですよ。だからブツブツ交換してきて、誰にどう頼んだんか。でも未だに忘れないですけど、小学校3年生の時もう こんな車があるのかっていう、この何この銀色みたいな、安い灰皿の銀なんですよ。の K でもうボロボロで、で 4WD って書いてあるんですよ。 4WD じゃ絶対ないんですよ。お父が乗って帰ってきて、で車じゃ言うて、で家族初めて家族5人でその K で島でドライブをその夕方するぞってなって、でまあ、お父がこう運転して僕らこう乗ってですね、お母が横に乗ってこう走ってたら、うちの島信号もないんで最初の曲がり角で、クラクションを鳴らしたんですよ。でパッて鳴らしたら、パーが止まらなくなったんですよ。もうボロ何をしても止まらないですよ。もうパーなんですよ。でそのボロボロの銀の 4WD でその山本家がその帰るに帰れないから島をもう一周せんと、家に帰ってくるのにそのこの車を買いましたよみたいなアピールみたいな、パーって言われて、ほんなら姉はもう顔真っ赤にして、もうやめてくれ言うて、でお母もまたもう車止め言うて、もう恥ずかしいけやめ言うとるけど、もうどうしようもないじゃないですか。でもこんな時ってうちの親父が一番辛いはずなんですよ、どう考えても。その音がこの時どうなっとんな思って、横で僕が見たら音をまっすぐ前向いて、ちっちゃい声でパーって。なんでやねん。なんでやねん。いまだにわかんない。言い忘れてたよ。なんでやねん。おかしくなりすぎた。いや
声聞け。なんでやっぱり聞ける状態じゃない。ちっちゃい声でちょっとパーン。なんで後押ししたの。わかりました。さあそれじゃあまだ喋ってない人いますからね。おお乗る、はい。僕あの6歳になる息子がいるんですけど、はいはいはい、であのやっぱもう芸人ってこんなんで生活できてるんてもうある意味奇跡じゃないですか、はいはい、だからもうなんかちょっとでもいい子に育ってほしいというか、うん、でいい大学行ってほしいしっていうのでいろんな教育を今やってんすよ。まあもう幼稚園年長なんですけど、うん、もう嫁も熱心になって、うん、でいろいろ探してきたのがあの藤井聡太君がどうやらちっちゃい頃からやってたチーク玩具があるって、うん、でまあカズって言うんですけどカズやるって言ってやるって言うからそのなんかスウェーデンかなんかから取り寄せるんですよ、うんうん、で嫁が取り寄せていいっていうかいいよって値段なんぼっつったら7万って7万高いな。飼育玩具7万なかなかのもんや。いやで来てみたらなんか木があって木の積み木みたいなのがあって、うん、そこのいろんな形のこう、うんうん、穴が開いてて、うん、で上から転がしたらどういう風に穴が落ちるかみたいなのを自分で考えながら作っていけるという飼育玩具。あいや7万わかるけど、しかもそんなこんなんじゃないですよ、うん、もう14ブロックぐらい、うん、14ブロックで7。いやプレイステーション4 3万ちょっとあんな VR とかえーとかなって大興奮のが3万ちょっとで、まあまあまあ、14個の木が7。まあ、息子のためと思ってしたら息子はそれで遊び倒したらやっぱ1週間ぐらいして飽きるんですよ、うん、追加パーツがある。なるほど。で追加パーツまたいくらって言ったら7万って言ってでまたスウェーデンから取り寄せたらなんかこうボローンといったら一周なんかボールがするみたいな。これこれ一周コン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 ってこれふんふん14。これ14。すごいやん、もう高卒初任給、まあまあまあ、高卒初任給っていうのがあったりしてもうええわと思ってそれも買って14万かけて、うん、でスイミング生かして、うん、でプログラミング生かして、ソロ版生かして、全ての曜日全部埋めてそれ1年ぐらいやらして、うん、この前息子に将来何になりたいって言ったら猫って言う。猫猫だよ。あれこれからよ。詰め込みすぎて人間やめたよって。違う違う、これからや。こんなんやらしたりこんなんやらしたりこんなんやらしたりして猫、ね、まだ子供なだけです。そうそうそう、ほんまに猫になれるかもしれない。なれない、なれないです。ありがとうございます。言ってますけどもね、まあねね、ゆっくりやりますよ。はい。ね、何もチャラくないですか。出てきてしまいました。すいません。まあ、ね、またね、あの、お正月からね、お客さんの前でこんな話するようなことじゃないんやけどね。はいはい、何を、何かあったんかいな、お前。あの、お友達っていうのはこれ、おったらおったで大変なこと多いな。どういうことよ、それ、お前。いや、わし、この前、あの、連れが3人ほど家来てね。あ、家来たんや。で、鍋つついて。鍋つ。で、酒飲んで、まあ、楽しい夜やって。おー、いいよ。で、まあ、楽しいからもう泊まって帰るやん。あ、お泊まり会ね、あ、楽しい。で、まあ、楽しかったな、言って。ほんで、次の日、朝起きて、わし、ちょっと喉乾いたから。あの、水でも飲もうかな。うん、で、自分の財布パッと開けた。ほんなわしの財布から1万円札がなくなっとんで、ちゃあ、友達にお金盗まれたんだ。やられとん。情けない話やな。ただこれわしの友達や。犯人捕まえてやらんと、そいつの将来のためにもならんと。そらそうやな。で、心を鬼に犯人捕まえることに。おー、尋問したんや。一人ずつ起こしていった。おいおい、まず高橋起こして。高橋よ。おい、高橋、わしの1万円札知らんかと。はい、犯人か。な、高橋が、うん、お前わしのことそんな目で見とった。ありがとう。わしがそんなことするような奴に見えるん、うん、すまん、高橋。違うな。お前はそんな奴じゃないね。寝といてくれと。ほんで次に高木起こして。高木。うん、おい、高木わしの1万円札知らんかと。知らんか。ほんな高木はわし困ったらお前に頼んで借りると。うん、勝手にお前の財布から金抜くような真似はせん、うん、高木と。違う違う。友達やな。お前そんな奴じゃないね。寝といてくれと。親友や、うん。ほんで次に泥棒だ、泥起こして。そいつやろ、おい。何はい。
泥棒だ泥泥棒だ泥棒じゃ1万円札知らんかそいつやどう考えても知らん知らん帰らしてくれそいつや盗んだから泥棒だからそんなことするようなやつかお前そんなことしかせんやろどんなやつやねん泥棒だ真っ黒でそいつやんほっかむりしてそいつやんで2階の窓から泥棒やんで何か知らなくなるどう考えてもそいつやねんほんで真っ赤真っ赤でなこの前もっと大変なんで真っ赤わからんわからん赤いのがわからんわコンパって普通楽しいもんやコンパの話男女5、6人でキャッキャ言いながらビールで乾杯って、うん、乾杯でバカバー盛り上がっとっ盛り上がったいや楽しいな言うとった、うん、盛り上がっとる時に誰ぞがプーあれや平行いた平行いた平行いたあかんよコンパで平なんか一番あかんよシーンとしらけて、うんうん、ほんならカズヤっていうわしの連れがわしの方指さして、うんはい、おい大吾お前平行いだんちゃうんかつ言ってきたおわしこいでないかいやわしこいでないよつああ言った、ね、嘘つきお前がこいだんやろうがあ待って言ってきたいやわしこいどらにとろうがこれいや喧嘩したらお前がこいだんじゃろ喧嘩したら誰がこいだんわしがこいだんかこれお前表で今やっちゃら言うとったらもうへこきだがもうやめときゃそいつやろお前止めに入ったやつへこきだへこきだへこきだへこがもうへこきだへこさっきから連れがしょうもないだよ連れがしょうもないんよお前の連れはへこきだがへこきだそいつどんなやつやねんまあ両ポケットにさつまいもを忍ばせそいつやでうっすら黄色でちょっと浮いとるもうヘアほんでわしのケツからですお前のヘア何やねんほんで真っ赤赤いなただねさっきから連れが赤いんよただねわしはね服か服が赤い皮膚皮膚ただねわしはみんなにこんなこと言いたくて正月から漫才してるわけじゃないのよ、どういうことや、やっぱり友達っていうのはいざっていう時に頼りになるこういうことが言いたくて、うん、それはそうこの前実家のお母ちゃんから電話かかってお母がないとなんでよなんでお母どうしたんだよと、うん、あのの大吾朝起きたら庭の松の木が引き抜かれえらいことやないのそれお前おっとらまうちのお母泣かしやがっても犯人捕まえて殺らしたろうかなことただお母ちゃん岡山やわし東京やすぐ岡山に飛んでいくわけにいかんから、ね、こういう時に地元の連れに電話し犯人捕まえてもらおうとあ役立つ、ね、で高岸にこうこうこういう理由で犯人捕まえてくれ、うん、高岸がすまんの今仕事の都合で九州あららこれあかんこれあかん地元にやるやつ地元にやるやつ あいつや思ってジープに紐くくりつけて松の木引き抜こうに電話した犯人そいつや向こうがジープに紐くくりつけて松の木引き抜くをそんな長いフルネームだそれ下の名前だそれが下の名前フルネームは名字は皆が寝静まった頃文章真っ赤なぬくろ赤い赤い高いなジープに紐くくりつけて松の木引き抜くをお前アホかうんもうええわどうも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 しますけどね、漫才してますよ子供の頃はね漫才師になりたかったわけじゃなくてね違う夢があったんや、うん、わしはその小学校の先生になりたかったあいい先生ね、うん、でね未だにやりたいことがあるあ何をするやっぱ小学校でこういろいろ問題が起こるでしょいろいろあるわ、ね、給食費が盗まれたとか嫌な事件ですよ、ね、ああいう時にこのホームルームでね、うん、そのみんなにはバレないように犯人を見つけ出して、うん、ほうほうほうでその子をこう職員室に後々呼び出すこっそり呼び出すんや そこでどういう説教をしてやるなるほどそこで何て言ってやるかでその子の人生は変わってくる熱い説教ねそういう人を変えれる先生をやるなるほどなるほどちょっとやらさせてくれ、うん、じゃあ盗んだ生徒するわ、うん悲しい事件が起きました先生はみんなのことを信じてますみんな目を伏せてください正直に手を挙げてくださいノブノブじゃねえノブじゃねえ全バレこっそり連れ出す、ね、そうそうこっそり連れ出して職員室で何を言うてやるか、ね、そうやそうやこの子は今心が氷のように冷たくなってるから、うん、こういう生徒を抱きしめてあげてこの氷を溶かしてあげんとそれが先生のやることでしょうかやらさせてください気持ちは熱いんですみんな目を伏せてください正直に手を挙げてくださいノブノブでしたノブでした皆さん卒業するまでいじり倒しましょう待って待って大いじめが始まる大いじめが始まる頼まこんなことで子供たちの人生は狂っていくんですよ
わしは来た瞬間に抱きしめてやろう思うと。そこまでせんでいい。なぜならこの子の心は凍れるようになっとるから、それを溶かして。そしてわしはバイクの後ろに乗せて海まで行っちゃろう思う。そこまでせんでいいね。ほんで海まで行ったら何も喋らない。喋れよ。先生ごめんなって言ったら言うてやろう思う。なんて。おお江戸薄いな。薄いぞ。ほんで家帰って、わしゃこの日この子家泊めちゃろうむ。なぜならこの子は朝親の朝飯を食うとらんから。だからこういうことが起こるんだ。何やその推測。わしみたいなもんは不器用で飯屋作れんかもしれん。それでもええんじゃ。温かい味噌汁と米をこの子に食わしちゃうことでこの子は人間になるんじゃ。やらせてください。目を伏せてください。正直に手を挙げてください。手を下ろしてください。今手を挙げた生徒は後で職員室に来るように。それではみんな顔を挙げてください。今日はね先生、みんなに一つだけ言葉を覚えて帰ってほしい。人間としての幹を不当しちゃうこっちゃろうが。こっちゃろうが。この子は今ここが細いんじゃ。幹が細いけフラフラしとんじゃ。フラ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 がこうじゃ。恥ずかしないんか。この子を大きく歩かしちゃってくれ。二重人格なんかな。目を伏せてください。正直に手を挙げてください。手を下ろしてください。今手を挙げた生徒は後で職員室に来るように。みんな顔を挙げてください。それではホームルームを終わります。起立。気をつけ。おいおいおい、レイ。ああ謝りに行こう。ガラガラ先生すいませんでした。お前家が貧乏じゃけお前じゃ思っとったわ。最低か。お疲れ様です。ねえ元気のいいお客さんで、漫才を少しばかりさせてもらおうかなと思ってるわけでございますけどもね、聞いてくださいね。やっぱりね、ちょっと心配なことがあってね。何心配なこと。この前狼少年という本を読んでね。ああ童話ね、ありますね。あの少年はね、毎日村に狼が来たぞ狼が来たぞと嘘をついてね。そう本当に狼が来た時にね、狼が来たぞと村に行った時に村の人が誰も信じてくれなかった。悲しいね。その時の少年はとても悲しかったと思うんだ。まあ確かにそうや。それはその悲しかった時の少年の顔がわしにできるかどうかが心配でな。できんでええやろ別にそんなもん。何もする必要ないやろそんな顔。いつか必ずその顔をしないといけない日が来ると思う。今やろそんな日は。お前だからそれができるかどうかちょっと見てくれ。いやその悲しい顔なんか誰でもできるよ。簡単やんかそんなもん。このお前できるんかい。切れすぎやろお前。できるがなそんなもんなんぼでも。ほんならやってみよお前。ほんなら俺が狼少年嘘をつき続けて最終日に信じてもらえん悲しい狼少年するから、お前も信じない村人として。そんな簡単にできるもんちゃう。だいできるわ。わしが何遍も挑戦。いつまで言うとんだお前。できるか。いや今日天気がいいな。今日は釣りにでも行こうかな。狼が来たぞ。狼が来た。狼が来た。はい。じゃあお前はすぐ逃げろ。わかりました。僕は村長のところに行く。わかりました。信じたあかんやろおい。すぐ信じてどうすんだお前は。わかる。俺は嘘をつき続けた最終日の狼少年な。お前は信じない村人。信じたあかんから。あごめん、うん、いや天気がいいな。今日は釣りでにも行こうかな。狼が来た。狼が来たぞ。なんでお前はそんなこと言ってるのか。狼が来たんですよ。誰がお前の言うことなんて信じるか。バカが。信じてください。本当に来たんです。本当に来たのか、はい、じゃあお前はすぐ逃げろ。僕は村長のところに行く。信じたあかんねんおい。なんですぐ信じんねんお前は。いや演技力がすごいから。いやほんまに来たんかなと。そうでもなかったやろ。狼が見えたような気が。見えたような気が。信じんでええからお前は。頼むから。いや僕は今日初めてこの村に来たんだが平和そうな街だな。狼が来た。
狼が来たぞ。なんだって。狼が来ました。僕は今日初めてこの村に来たんだ。本当ですか。そんなことがあると知ってたら行かなかったのに。じゃあ君はすぐ逃げろ、はい、僕はこの村をもう出よう、はい、ややこしいやついらんわおい。今日引っ越してきたややこしいやついらんわ。おるやろそんなやつ。いやそんなやつおらんでええから、もう普通にずっとこの村におるやつでええから。いやー今日は天気がいいな、釣りでも。狼が来たぞ。狼が来た。またお前はそんなこと言ってるのか。狼が来たんです。誰がお前のことなんて知ってるか。本当に来たんです。ただな、わしはお前が自分で嘘をやめるまでお前の嘘に付き合ってやろうと思う。狼が来たぞ。そんな熱いやついらんわおい。そんな熱い心の村人いらんわ、そんなもんお前は。ていうかな、なんやわしがその少年の顔したいんよ。いや、お前がしたって意味ないんよ。お前が俺に見本見せろって言うからしたんやんか。わしがしたい言うとんのに、なんでお前がしとん。あ、ほら悲しい顔。そう、ほらできる。わしに狼少年やらして。あー分かった、村人するわ。いやー狼が、狼が来たぞ。もう信じないよ。本当だ、お前の言うことは信じない。今までは確かに嘘だった。だが今回は本当なんだ、信じてくれ。もう信じないよ。どうして、どうして今まで俺は嘘をついてきたんだ。こんな時に信じてもらえないなんて、なんで今まで嘘をついてしまったんだ。まあまあできとんかい。もうええわ。ありがとうございました。どうも、お疲れ様でした。例えば大阪出てきたけどもやな、ね、やっぱりあのわしら田舎から出てきたわけやけど、うん、その子供がこの街を出るっていう時に、うん、親父のかけてやる言葉っていうのは大事や、まあ、確かにね、心に残りますからね、そういうの。それがお前にできるかどうなんかがもう心配でな、わしは。そんなもんできるかな、なんぼでもお前は。できる、うん、用意しとんねん、そういう言葉は。貫禄がある。なるほど、なるほど、用意しとんよ。そうそうそう。ほんならそれちょっと聞いてみる。ほんならもう一回してよお前ら。本当に出ていくのか。はい。姉さん。誰が姉さんの、お前は。どこが姉さんの、俺の。ねえねえ、お前が姉さんではないわ。何、どういうことやねん。お前が姉さんか。お父さんやだから姉さんもおんねん。姉さん持って母さん持ってお前がおるんや。あ、家族全員でこう見送りしてる。せいずるしとんかいな。最後がお前。それを言うてよ、ほんなら。本当に出ていくのか。はい。姉さん、母さんのことよろしくお願いします。母さん、そんな顔しないでください。ゾウさん。誰がゾウさんのお前。おい、俺横でこんなんしとったか、お前。お前そんなんしとったんかい。家族に一体ゾウさんがおったらしまらんやろお前。頼むで。ほんでここになんか力入れすぎやわ。あ、それはね、ここさっといかんかね。さっといって、さっといってお前。本当に出ていくのか。はい。姉さん、力入れすぎや、そこに。愛しています。気持ち悪いのおい。何やねんこの兄弟は。母さん、僕の奥さんになる人は母さんのことを恨むでしょうね。なぜなら母さんの作った料理が日本一うまいからです。父さん。なんだ、どうしてそんなにお鼻が長いのです。ゾウさんやろそれやったら。お鼻が長かったらゾウさんやろそれは。場が閉まらんやろ一体ゾウがおったら。なんで何回も間違えんだよお前。だから結局ここに力使いすぎて。そうやろ、ここがいらんねん。混ぜとると思うよ。だからもう母さんなしにする。なしな、もう。でも姉さんいんですぐ父さんで行く。パッと行こう。そうやっていけると思う。わったわったわった。本当に出ていくのか。姉さん、姉さん、なんでこっちは向いて。姉さん、その顔を見せてください。気持ち悪いな。母さん。お母さんも言っとるやんけおい。今母さんいかん話したやろお前。母さんが作ってくれたおむすびを汽車の中で食べようと思います。いつの時代なこれおい。何これ。父さん。なんだ。僕はこの町を出ます。お前の夢にわしは反対はせん。お前がやりたいことがあるんならそれに向かって頑張れ。ただ何かあったらいつでも帰ってこいよ。鼻が邪魔やったらゾウさんやろ。鼻がこうなってたらゾウさんやろ。毎回こうなってたら閉まらんから場が。そうやな。なんで母さんもういかんって言うても言ってたやろ、うん、だから結局そこやで、うん、まあ、そこをな、自分で直そう思うわ。だから1対1でええと思うわ。だからもうやめろ、母さんも姉さんもなしで。そうしよう。で父さんとわしだけのもう最後の男と男のあれにしよう。そう、でもそれ最初から言うてたよ俺はな。本当に出ていくのか。はい。姉さん、今いかん話したとこやろ。姉さん、大バカだこいつ。おい触ったりもすな。おい姉
さん今の気持ち悪いのこの曲。母さんキスしてください。なんやこの家族気持ち悪いの。おい何しとんねんこれ。どうなっとんだこの家族。おいほうほうほうやれへんやな。何気持ち悪い。おばあさんもう人も増えとるやん。増えたらあかんやろ。おばあさんも来てくれたんです。減らそういう話してたんや今お前は。ゾウおじいさん。ゾウおじいさんともどうなっとんだこの家族。ゾウ兄さん。おい男だけなんでゾウな全部。おいカバ校長。何やそれ。何やこの町を。ライオン社長。えハリネズメ博士。ハリネズメ。ハリネズメ博士。ハリネズメ博士。何やこの町は。おいどうなっとんだ。スズメバチ営業マン。それな。スズメバチに営業マンのイメージないやろお前。ヒゲおじさん。ただのおじさんやろそれお前。ヒゲおじさんはただのおっさんやろ知り合いのお前。なんなんこの街。おいワニスポーツジムの人。ワニスポーツジムの人じゃないですか。おい何やここ。エロ姉さん。エロ姉さんはただのエロい姉さんやろお前。何やこれ。父さん。なんだ。僕はこの街を出ません。こんな街出ていけ。もうええわ。ありがとうございました。はい、どうもお願いしますね。僕ら岡山まで来てます。どうもどうも千鳥です。お願いします。ありがとうございます。高いとこからね。はい、ありがたいですけどもね。あのちょっとね、はいはい、来年和食屋さんやろうかなと思って。和食屋、うん、急に無理やろそんなお前。いやかっこいいやん和食って。やっぱり美味しいし、雰囲気があるところね、うん、いいやんか。ちょっと貫禄のある親父みたいな。はいはいはい、いらっしゃるね。ちょっとやりたいから。あそう、ちょっと店来てくれ。あお客さんで行くわ、はい、すいません、一人行けます。すごい顔してるな。見えてんのかな。すいません、一人行けます。アラジャイ。アラジャイ。アラジャイ。すいません。アラジェイ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 。ちゃんとアラジェイ。あ、いらっしゃい。あ、いらっしゃいか。すごい顔してたな。ああ、大丈夫ですか。サービス業できます。そのお顔で。くせえっすね。くせえ。失礼やな。肛門くぐり抜けてきました。そんなことないですよ。そんなやついないでしょ和食来るのに。いや仕事から鼻が利くもんで。鼻が利くかな、やめてください。普通に来たんですよ。ちょっと初めて来たんですけど、なんていうお店なんですかここ。花に花にお茶の茶に茶でカカチャチャです。カカチャチャ。そんなタピオカ屋みたいな名前なんですか。娘の名前から取りました。娘がカカチャチャ、うん、中二です。中二丸坊主です。丸坊主。思春期でカカチャチャ。吹奏楽です。吹奏楽ですか。すごいですね。フルート吹いてます。丸坊主フルートですか。そう呼んでます。いや呼ばないでくださいよ。親も呼ばないでください。可愛がってやってください。何を俺は可愛がればいい。この店を。ああこの店を。娘だと思って。いやちょっとそこまで可愛がってやってください。初めて来たんですけど、どんなお店なんですか。まあここはその季節に合ったメニューと飯と、はいはい、それに合ったドリンク出してます。あペアリングってやつですか、うわすごいですね。早速いいですか。あお願いします。お客さん川魚はお嫌いですか。あ大好きです川魚。あよかった。あ、はいはい、シンプルに鮎の塩焼きです。鮎大好きです。はい、ただうちの鮎の塩焼きは2センチにも満たない小さな鮎を何十匹も身と皮を剥いで別々に焼いて、それをもう一度一匹の鮎に戻してます。そんなスイミーみたいなことしてるんですか。日本のスイミーです。軽く塩振ってますんで。すごいなこれ。仕上げにタルタルをみちゃちゃちゃ。タルタルをみちゃ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 。タルタルをみちゃちゃちゃ。どうぞ冷めないうちに。いやいやタルタルの味しかしないですよ。どうぞどうぞみちゃどうぞみちゃ。タルタルなしかせんわ。それに合うドリンクはこちらです。なんなんすかこれ。オーストラリアの炭酸ジュース。いらんそんな。マッグワイナーです。マッグワイナー。飲むと体中の血がぐるぐる回って一度ピタッと止まります。やばいやつじゃないですか。やばいやつです。ここやばいやつ持ってます。どうぞどうぞ。やっぱり捕まりたくないんですよ。薄っすか。8万です1本。高いな。いらないですよこんな。2品目いきましょうか。お願いします。2品目シンプルにタイのカルパッチョです。うわタイ大好きです、はい、うちのタイは明石で取れた10キロ以上のものしか使わない。うわでかいですね。そのタイを一度塩で固めて、はい、すだちの木の下に埋めます。埋める。タイを一回埋める。
巣立ちが栄養分取るときに体にぐーっと土から栄養が入ります。まどろっこしいな。その体とその巣立ちの木でできた巣立ちです。すごい巣立ちだ。これを軽く絞って。すごい料理ですね。巣立ち風味でいただくんだ、はい、仕上げにタルタルを見ちゃった。タルタルみちゃちゃちゃタルタルみちゃちゃ巣立ちが全部飛ぶぞ。甘酢あんを取る。甘酢あんかけとろりチキン南蛮やないかい。タルタル専門店か、ここは。そんな店があったらお笑い草ですね。ここや、多分。どうぞどうぞ。何なんすか、これ。それに合うドリンクはこれです。何なんすか、このドリンクは。フィリピンのミルク系炭酸ジュース。聞いたことない。フィリピンのミルク系炭酸ジュース。ミロルチャです。ミロルチャ。ジュース。もういらんわ。投げないでください。なんや。太瓶なんで。太瓶？太短瓶なんで。走り出したら止まらないんです。乳製品とか入れるようなやつですか。うち床氷でできてますんで。すごい店やな。ゆっくり沈むやろ。そんな店建てたらゆっくり全員で瓶が走り回って止まらないんで。他にもお客さん来てますんで、個室の方に入られてますんで。あ、そうなんですか。有名な方が。有名な方が。ちなみにどなたが来られてるんですか。名古屋の河村市長です。もう飯食ってるんですか。メダルの盛り合わせ食ってます。メダルの盛り合わせ。かじるかじるとかじゃないんですか、食べるんですか。もう銅はタレで。銅はタレで。銀は塩で。銀は塩で。金はタルタルでいってます。挨拶行った方がいいんじゃないですか。芸能人が来たら絶対に挨拶させろって言ってましたから。絶対行くか。入ってきて第一声がそれでした。ガラガラ芸能人が来たら絶対に挨拶する。行ってきた方がいいんじゃないですか。あ、おはようございます。あの吉本興業の千鳥のノブと言います。おはようございます。はい、あ、芸能人です。はい、今聞いて、はい、すいません。市長ありゃ良くなかったですよ。まあもうね、時間も経ちましたけど、外食がまだ早いです。気まずいやろ。何やこの挨拶は。もういいですよ、こんな店。お会計してください。2800円です。もう妥当やな。もうやろ。分かりました。
歌が下手やわ。何を言い出したんいきなり。歌が下手なんよ、ね、だからな、カラオケなんか行ってな、一生懸命歌うても笑われとる。あ、そうなんかな。あんな恥ずかしいことないよ。じゃあ今日こんだけのお客さん来てくれてるんですから、うん、お客さんの前で一曲歌を披露してやな。音程がちょっと外れたなと思ったら、うん、俺がすぐ止めるわ。あ、そうして、これ直していこう。あの音痴な人っていうのはね、自分でどこが外れたかすら分かってないから、気づいてないんですよ、ね、音が外れた瞬間にね、止めてもらってね、そこもっと高いよとかもっと低いよって言ってくれたらこれ直るかも。じゃあそれでいきましょう。じゃあ簡単な童謡からいきましょうかね。森の熊さんって。あ、これぐらいならね、子供の歌ですからね。そうそう、これぐらいだったら僕でも大丈夫です。何も下手でもね、いきますわ。ベアータ、これいきましょう。3、はい。あーるー、いや、癖がすごいわ。癖がすごい。何が癖。癖、うん、そのうひえとないから。あ、そこが低いんか。低いとか高いとかじゃないのよ。違う違う違う、そのわし、そこが高いか低いかが全然わからんのよ。それあんまりつまむな。怒ってる人の指をつまむな。聞いて俺の、うん、ある日森の歌いましたよね、僕ね、今ね、一生懸命ね。はい、あーるー、えい、そこの癖がすごい。そこの癖がすごい。低いんか、うん、低いとか高いとか、そのうへーとかいらんから。あ、そう、ちょっと歌ってもっと簡単なんでしょ。もっと簡単な歌、さっちゃんっていう歌が、ね、これならね、小さい子からお年寄りまで ね、 そうそうね、一度は歌ったことある。これ僕も小さい頃よく歌いました。これぐらいだったら大丈夫、ね、これいきましょう。3、はい。ザジャンマイ、癖がすごいわ。今のはさすがに自分でもちょっといくの、低いとか高いとかじゃないから。さっちゃんはねえよ、お前のはずじ。わねえねえ、ザジャンと言うもんだん、ザジャンはねえ。すごい出てるから癖が。さっちゃんはねえや、お前のはザジャンと言うもんだん、ザジャンはねえ。それそれ聞いて、さっちゃんはねえや、お前のはザジャンと言うもんだん、ザジャンはねえ。知り上がりの癖、知り上がりの癖。イエーイじゃなし、イエーイやるの。童謡の授業におらんかったやろ、イエーイって言ってる子。まあまあ、なあ、ちょっと一文字ずつ直してると、まずさって言ってみ。ヘネ。ヘネはすごい。ヘネはすごい癖。ヘネまで言ったらもう分からんよ。うん、さ、ヘじゃない。さ、ヘじゃない。ヘネ。ヘネ。ごめんなさい。ちょっと緊張して、なんでお客さんが見てるから口が固まって、への口になってる。ごめんなさい。ことになるの。直して。つけよお前は、ちゃんとさやん。へ、うん、の口よ。へね。へね。ここの口角上がったらそれはもうへよ。喋ってんねん。何してんねんお前は。さや。やっぱみんなが見てるから緊張して、ごめんなさいね。リラックス。緊張するって。すごいリラックス。リラックス、あ、いける？さ、あ、出た出ました。さ、さ、さちゃんはね。いいよ。さ、いいよ。さ、いいよ。へが出た。へんねん。練習がさでおっても突然へがって喋ってんねん今俺が。ちょっとごめんなさい。何やねん、体中に今へねがパンパンに詰まってるから。へねを一回出すことによって差がスッと出るから。ごめんなさい、大きなへねを全部出し切ります。何ですか、へねを出します。へね、薄い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 。へねって出すよ。7、8分コースや。詰まってる、ごめんなさい、ここ詰まってるから。つま先からもうみんなヘネが詰まってくるから、叩いたら曲がってくるから。ごめんなさいね、変な時間取らせて。今ヘネが上がってきてるから、体中のヘネを出すから。出せよ。来た来た来た、あ、ヘネ来たよ。来たー、モゲー、モゲーが出た。聞いてない、モゲーが出たよ。出たな。ヘネの上積みにモゲーがある。モゲーがあるから、ごめんなさい、モゲーが出た後にヘネが出ます。ちゃんとごめんなさいね、なんでも。何やねん、すごいわ、結局こっちモゲーばっかりやわ。何やそれ。モゲーが一回上がって、モゲーが来た、あ、やっぱヘネ起きたよ、うん、モゲーが出てるよ。まずモゲーね、モゲーが出るよ。よし、モゲー、よし、ヘネが薄い、ヘネが薄いのよ。何やそれは、さや、出るんかい、すぐ。さや、さっちゃんはね、いいよ、さっちゃんはね、そのままそのまま、さっちゃんはね、はい、次。さっきこと言うんだ、ほんとに。クソクソ。だけど、ちっちゃいから、自分のことさっちゃんと呼ぶんだよ。喋ってる。かわいらしいじゃねえか。じゃねえか。かわひひひ。ひひひ。へんね。いや、へんはええわ。もうええわ。どうもありがとうございました。どうもどうも。ちどりです。お願いします。お願いします。ちょっとね、はいはい、怖い話。おー、怪談話ね。そうそうそう、ちょっと実体験なんやけどね。実体験、あ、この前、あの、九州の方行ってね。で、あの、急遽泊まりになって。あ、泊まりになって。ほんで、まあ、急遽やから、ホテルも急遽のお部屋でね、なんか、ボロいし嫌やなと思って。なんか嫌やな。でも、しょうがない、泊まるしかないもん。全然、自動動画、もう、ワンパン。宇宙船か、お前。
すごい扉やなお前は。乗り組員やんお前も。でエイリアンへばりついてるやん。ほんでどういう状態なの。ホテルに入った瞬間、空気感じた瞬間になんか全身にこう鳥肌、うわ、いやいや鳥肌じゃないな、なんていうんかな、サブイボか、サブイボか、まあサブイボでもないな、全身にこうそばかすがぼわ、そばかすやったしよ。まあそばかすやったよ。いやよくないやん。ほんであのフロント行ってドラキュラから鍵もろうてやな。もう一体出たよ。もう出た、ドラキュラがさらっとなあ、まさかの洋風が一体出たから。そんなとこどうでもいいもん。で自分の部屋入った瞬間、みんなも感じたことあると思うけど、誰もいないはずなのに誰かがいそうな気配。うわ、いやいや、気持ち悪いな、疲れもあったし早めに寝ようと思って、寝よう寝よう。でベッドの方行って、ベッドの上におる人にちょっとどいてください。また1体出た。もう2体出た、さらっと。下手くそやな。で夜中の2時や、内密時に、内密時だ、あ、金縛り、ああ、怖いやん。ほんで目だけ開いて、目しか動かない、ギョロ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 が多い。ギョロは2で、な、目の前におったわけ。あ、目の前に幽霊。幽霊や。幽霊どんなんやもん。いや、幽霊ってこの白いこんなんつけて、で、白い服着てこんなんしてるやつ。それさっきベッドの上におった。それが幽霊なんじゃなくて、なんていうかな、もう化け物なのよ。化け物？真っ黒なのよ。でもこの黒をどう表現していいかわからないけど、とにかく真っ黒なのよ。ただよーく見ると、ところどころが真っ黒なんよ。ただの黒やな。この真っ黒物体がわしのにブワーって寄ってきて、わしの目の前でパンと消えた。ただ消える前に僕の耳元でこうささやいた。ガニガー、ガニガー、ガニガニギー。わからんわからんのよ。そこしか手がかりがないよ。なんでそんなこと言われんだ。どんなことやねん。ガニガーニじゃん。怖いから、まあ、早めに寝させてくれって。ガーガー。すぐ寝るやん。1時間45分後。細かいな。パキン、また目の前におった。どんなんや、今度シャレにならん。またこんなんどんなん。右手に構え、そんなんそんなん。左手に稲、農家の人やろ。そう、農家の人が日本の米食べてますか。あーって来て、街の前でバーンって消えた。ただ消える前に僕の耳元ではっきりとした口調でこう叫んだ。ゴーズゴゴキキキ。わからん。そこだけ頼むわ。ヒントはそこだけなんよ、怖がるヒントは。で、こんな怖い経験したもんやから早めに寝ようと思って、で、一回目覚まそう思って洗面所の方に行って、ペチャ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 、シュズメントコンパペチャ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 。下手やな、おい。二度と怪談話すなよ。で、手を洗って、顔洗って顔を上げた時、鏡に映っていた僕の顔は、こんな顔でした。つまらん。どうもこんにちは、ちどんでございます。千鳥です、お願いしますね。千鳥と言いましてね、岡山県出身で漫才するコンビでございまして、まあ岡山でも偉い田舎の方でしてね、田舎もんなんですよ、田舎もんなんですけどね。はいはいはい、あの特に僕の方がね、あの岡山でも瀬戸内海の小さな島で生まれ育ちましたね。島育ちでね、こいつが、まあ島ですから ね、ものすごい田舎は田舎なんですけどね、田舎らしいですよ。あとあの人数も少なくてね、人数が少ない、僕の小学校の時の同級生たったの6人です。6人ですよ、かわいそうでしょこれ。大変ですよ、6人って言ったら、体育の時間にサッカーしよう思ったら3対3です。少ないですよね、これ。これキーパー使ったら2対2です。大変ですから。ずーっとロングパスでした。かわいそうにね。味方少ないからそうなるんですけどもね。だから出てきまして、まあ漫才してますけどね。はいはいはい。まあね、今も言いましたけど、同級生6人ですからね。少ないですよね。まあ未だにね、友達とは仲がいいんですけどね。その代わり友情は深いんやね。いいやんか、それは。ただね、友達っちゅうのはね、これおったらおったで大変なこと多いな思ってね。なんかあったんかいな、お前。まあね、あんまりかっこいい話じゃないからね、お客さんの前でするような話じゃない。まあ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 、でもね、まあ今日はいろんな話があってね、聞いてください。まあわざわざね、こんなね、遠いとこまで来てもらってね、面白い話聞こうとしてるお客さんにするような話じゃない。まあいろんなね、そう、いろんな話題があって漫才ですからね、今日は。まあね、わしもいろんな話がある中からわざわざ早せえよお前は、早くせえよお前は、気になるやろ、余計に。この前ね、連れがね、3人ほど家来てね、で、まあ鍋つついて、はいはいはい、で、まあ鍋もつついたし、まあ酒でも飲め、おで、まあ酒も飲んだし、もう泊まって帰れ、お泊まり会ね、まあ楽しい夜やって、いいやんかお前は。で、まあ楽しかったなって寝て、で、朝起きてわし、喉乾いたから水でも買おうかな思って、自分の財布パッと開けたな、わしの財布から1万円札がなくなっとんね。えぇ、ー
連れに金盗まれたんかい。やられとんのよ。情けない話やな。そんなかっこ悪い話あるか。ただ犯人わしの友達や。そうやな。ここで犯人捕まえてやらんと、そいつの将来のためにもならんと。あ、なるほど。だからわしは心を鬼にして犯人を捕まえることにした。あ、尋問したわけや。そう、一人ずつ起こしていって。なるほどね。行こう行こう。まず高橋起こして。高橋、おい高橋、わしの一万円札知らんか。犯人ちゃうか。な、高橋が、お前わしのことそんな目で見とった。あら、わしがそんなことするようなやつに見えるんか。すまん高橋と。違うな、お前犯人じゃない、寝といて。おう、違う違う高橋。ほんで次に高木起こして。高木、おい高木、わしの一万円札知らんか。犯人か。ほんで高木が、わし困ったらお前に頼んで借りると。おう、勝手にお前の財布から金抜くような真似やせん。うん、高木と。違うね。お前そんなやつじゃないと。親友や、寝とけ寝とけ。ほんで次に泥棒だ起こして。おい、そいつやろ。おい、何？え、いや泥棒だ。泥棒だ。泥棒だ起こして、泥棒だ、1万円札知らんかって。知らん知らん、帰らしてくれ。怪しいやろ。どう考えてもそいつやろ。泥棒だがそんなことせんやろ。フルネームなんやねん。泥棒だ泥を。そいつやろ。どう考えても泥棒だがそんなことするわけないやろ。信じてるんやな。当たり前じゃん。どんなやつやねんそいつは。まあ真っ黒で。そいつやん。ほんでほっかむりして。そいつやん。で2階の窓から入って。泥棒やん完全に。ほんで全身真っ赤。それ何？この前もっと辛いこと。それ何？こんな辛いことないと思ってた。赤じゃん。これ以上に辛いことない。赤じゃん。わしはないと思ってた。ただお客さんあるんよ。赤は服か？皮膚。皮膚じゃん。怖い。この前コンパ行ってて。コンパなんて普通楽しいもんや。コンパの話に行ってます。男女5、6人でキャッキャ言いながらやな、ビールで乾杯言うとったやん。コンパ楽しいやんか。でまた楽しいがな。はいはいはい。でわー言うとって場が盛り上がっとって。いいやんか。で楽しいなやったら、そんな時に誰ぞがプー、うん、おい、へか。へじゃ。もうコンパでへなんか一番ダメみたいな、もん大嫌いやん。さっきまで盛り上がってた場が急にシーンとしらけた。そらそう、当たり前や。シーンとしらけたなんか、カズヤっていうわしの連れがやな、わしの方指さしな。おい大悟、お前へこいたんちゃうんかい。あ、お前こいたんか。わしこいでないか。あら、こいてない。いや、わしはこいでないよ。お前言い返したな。嘘つけ、お前がこいだんやろ。待って、言ってきた。わしこいどらへんとろが、こらしつこいの。いや、喧嘩したな。お前誰に口聞いとんな、これ。喧嘩したらあかんやん。思てえで、お前これやっちゃうな、これ言うとったら、へこきだが、もうやめとけやめとけ。そいつやろ、おい。カズヤ。いや、違う。止めに入ったやつ。へこきだ、へこ。どう考えてもそいつやろ。へこきだが平役するかな。へしかせんやろ。へこきだ、へこは。どんな特徴やねん。まあ両ポケットにさつまいもを忍ばせる。そいつやん。ほんでうっすら黄色で。そいつやん。でちょっと浮いとる。もうへやん。ほんでわしのケツから出てくる。お前のへやん。相方として言うとく、自分のヘトだけはコンパすな。誘え。ほんで全身真っ赤。それ何？それ何？一番怖いんだ。全身真っ赤の剣が。骨も髪も爪も。骨も髪も爪も。骨も赤か。そういう島か。ただそういう島じゃ。ほんならお前もか。そう、今動乱乗っとるだけ。お前も赤なのか。こうやったら出てくる。やめとけ。これで引いたんやけど、もっと引くわ。怖いね。ただね、わしがみんなに言いたかったのはな。何よ。友達っていうのはいざっていう時に頼りになる。こういう話をしてた。ああ、そういうの気持ちいいからね。これを持って帰ってほしかったわしな。そっちの方がいいやんか。この前実家のお母ちゃんから電話かかってきて。お母ちゃん、うちのお母泣いとんの。なんでよ。なんでよ思って。お母どうしたんだ言った、うん、あのノー大吾、朝起きたら庭の松の木が引き抜かれとんじゃ。えらいことやないの。朝起きたら庭の松の木が引き抜かれてる。それはまあうちのお母泣くわいよ。それはまあうちのお母泣かしやがって、まあ、犯人捕まえて暮らしちゃろうかな息子としてはな。それはそうだ。東京、お母ちゃん岡山、岡山パッと岡山まで行くわけにいかんから、遠いからね。その時に地元の連れに電話して犯人捕まえてもらおうと。あ、なるほどね。で高橋に電話して、高橋高校こういう理由で犯人捕まえてくれと。お高橋、高橋がすまんの、今仕事の都合で九州に。あら、あかん、これあかん、これあかん、地元に寄るやつ、地元に寄るやつ、あいつや思って、うん、ジープに紐くくりつけて松の木引き抜こうに。犯人そいつやろ。ジープに紐くくりつけて松の木引き抜くを。抜き犯行全部言うとるから。そうかな。そんな長いフルネームなんかい。それ下だけやな。それで下の名前だけ。ほな名字は何やねん。名字は夜中皆が寝静まった頃。抜くおは何やその名字。ほなフルネームで言ってなんて言うねん。夜中皆が寝静まった頃、うん、
真っ赤なぬくを。赤い赤い甘いみたいに言うなよ。ぬくを一緒にすなよ。お前アホか。おもうええわ。どうもありがとうございました。ねえ、ほんま今もう演技力よ。ああ、演技力ね、確かにいるかもね。よう言えたな、あの後も。いやいや、でも結局演技力でな、みんな見たらね、やっぱり先輩もな、後輩もやで。もう今ドラマ出たり映画出たりやっぱ役者みたいなしてるわ。まあ確かにしてるな、いろいろ芸人さん。でその中でもお前だけなんよ、からっきしが。いや、その俺だけじゃないやん、別に。恥ずかしいんよ。いや、まあ出てはないけど、そんなに。いやいや、お前みたいなやつおらんから。恥ずかしない。いや、まああんまドラマとか芝居の経験はないからね。その役者経験もないのにどんな顔で歩いてんのかなと思って。普通に歩き、その恥ずかしい。そのお前はそのなんか出てんの？うそいわ、出とるやましは。何を？いや、そんなお前偉そうなるやろ。の人気をやろう。誰が見てんねんそれ。人気をやろう。人気をやろう。ここで言ってもピンときてないやろ。恵比寿吉和さん主演の。人気やろ。お前が全然出てないから役者として。ああ、そうだ。わしが今日見てやると、お前の演技力。あ、演技力ね。お前が演技できるんなら、うん、やっぱその押していくし、今後な。あ、なるほどなるほど。でお客さんにもせっかくだから見てもらえ。あ、俺の演技力。あ、いいよ、見てもらえ。でわしが作ってきたから、はい、いい設定を。あ、どんな設定？刑事もん。刑事もん、うん、でお前が刑事役。あ、いいやん。ほんでわしが犯人役してやる。犯人役ね。お前のためにやで。ほんでこう犯人を追い詰めるわけや。でもお互いこう顔を知らない同士で追い詰めて、はいはい、ほんで犯人が振り向いた時に、うん、実はお前の親友やったって。おお、どんでん返しや。その時のお前の顔の表情、セリフがいけるかって。俺の表情ね、大丈夫や、そんなんいけるよお前は。分かった、じゃあやってみろ。おい、そこまでだ、止まれ。犯人は誰だ。しょうもない、しょうもない、しょうもない。ちょっと待って、ちょっと待って、すごいわ。何やってるやん。演技やったんで、こっちは。役者って顔で芝居するから。いや、そんなんいらないの。こっちが今メインの顔やろ。すごいのよ、顔が。あ、わしも自然な感じで。自然な顔。こっち役やらんでってこと。そうそう、ちょっと普通でいいってこと。今やってみ。違う、それじゃない。違う、それじゃないって。ちょっとやってる。それでもないから。やってる、それも無やん。親友が、おー、それやん、それ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 、ちょっとやってきたな。やっとんな、すなよ、芝居を。それ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 で行こう。よしよし、それで行こう。いいよいいよ。おい、犯人止まれ、こっちを向け。それよ。肝がすごいな、お前は。肝っ玉がよう振り向けるな、そんな顔で。だから役もやったことねえ人間が何抜かしとくなって言うとんだ。いやいや、スクリーン出てから言えや。スクリーンの顔やと、みんなこれぐらいやっとるから。やってないやろ、そんな顔は。これやってからや。ちょっとやろうや、ちゃんと芝居を。なんやねん、芝居やってるやん。何、ゲームオーバーだ。ダサいな、おい。それやるわ。そろそろこのゲーム終わりにしようぜ。すごい傾くやん。ゲームオーバーだ。これそれやらなあかんの。ゲームオーバーだで振り向いてやる。それすごいダサいな。おい、犯人追い詰めたぜ。ゲームオーバーだ。それやめてくれ。いやぁ、肝がすごいな。俺の演技もめちゃくちゃダサいし、お前がつけてる演技が。いやいやいや、演技お前だけどできてないから。何や、できてないって。打て、一回わしを打て。ドア蹴ち破って出てきて、おうおう、で、このゲーム終わりにしようぜーから。ダサいな、そこがダサいね。ゲームオーバーだー。なんか変な映画見た、最近。ゲームオーバーだもん、もっとなんか、いや、必要以上に出せよ。この距離におるのに叫んでみん。
そういうことなの、演技。この距離におるからゲームオーバーだぐらいかもしれんけど、これよりだいぶ向こうにおると思って叫び、ゲームオーバーだーそっちのが出るから。何がいい、ほんで撃たれたわしが、犯人が振り向いたら親友、お前は親友を撃ってしまったわけ。なるほど、なるほど、その時の演技ができるから蹴破って撃つよ。おい、まだ撃ってねえわ蹴破るターンやろ。バーンと拳銃のバーンが、お前は芝居ができてないってことなんよ役者を殺すなよこっち方の役者殺すなよ。蹴るって言ったら最初のバーンは蹴るって言えなんで蹴るって言うのよ。蹴るバーン、撃つバーンおかしいやろ、芝居でスクリーンで見てて蹴るバーンって入ってきたら。いや今はお前の演技力見るだけなんやからええやろ。何やねんこいつ。さあ仕方だ、見つけたぞ、蹴るバーン、撃つバーン。おいハニーゲームオーバーだー。それやめてくれそこがすごいつまらんのよよう振り向けるな。何が、いろいろやってすっごいつまらんわ。だからこれがわしの方が違和感あるってことは、お前がまだまだ演技ができてないってこと。できてるやん。ヘリコプターから降りてきてくれ。大層やな。ヘリでトロトロロロロロで、ほんで降りてゲームオーバーだって叫んだ。いや叫んだよ、だいぶゲームオーバーだ。じゃあもっとあのイカれた感じ。誰みたいなやつなの。あの人俺、役者の。役者の誰や。誰や。ほんまに出てきてないやん。久保塚一番クセ役者やん。のゲームオーバーを出せ。それ、うん、それなにヘリから来て、来て、でほんで蹴ち破って、うん、で撃つ、うん、ほんで、このゲーム終わりにしようぜからのゲームオーバーだーは叫べ。ダサいなぁ。お前のがとんでもないのよ。お前の振り向く時の顔ゼロでいってな。ああ、それまだ気にしてた。気にしてるわ。そこは気になるからずっとやってるのよ。そうそうそう。ドゥルル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 ルおい大吾じゃねえか。なんでよりによっておめえなんだよ。なんでお前が犯人なんだよ。撃てねえよお前をもう。許してやる、行けよ。いいのか。うん、すまねえ。よっしゃお前は大丈夫な、お前は大事な仲間だ。なんだ大丈夫なやつって大事な仲間だ。すごい逃げるなこいつ。大事な仲間だ。おいどんだけ逃げんねん。おいこっち向け。それやめてくれもうね。この前ね、はい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 、飛行機乗っててな、ほうほうほう、ならあのベタにこの中にお医者さんはいませんかみたいなのがあってな。あードラマであるやつは実際やったんや。そんな時にその一歩も動けん大吾っていうのがいや当たり前やろそんな動かんでええねんお前は。そんなもんお医者さんがするから。でもそういう時になお医者さんが手挙げてな、かっこいいな思って。あやってたんや実際。あだからちょっとお医者さんやらして。なるほどね、うん、じゃあお医者さんして、うん、俺飛行機の機長する、うん、すいません、この中にお医者さんいませんか。何かありましたか。向こうで女性が倒れたんですよ。じゃあすぐに緊急オペが必要となるでしょうね。お願いします。いや無理です。いや無理って、あんた医者でしょ。いやカニ道楽の店長です。どっか行けよ。誰が出てきてんの本店のね。いやお願いしますってならないですよ。ああこんな時にあの人さんいてくれれば。あの人え、あ、あ、お医者さんすか。いえネイル好きのお姉です。一番どっか行けよ。一番じゃお医者さんして。お医者さん、うん、すいませんこんなからお医者さんいませんか。何かありましたか。お医者さんですか。医者です。ああよかった。ただしえピピ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 
ブラックジャックです。本物ですか？意外とこうですよ。実在したんだ。向こうで連れてきなさい。わかりました。この女性です。はいはい、汗。僕ですか？はい、汗、はい、右前髪、右前髪、汗、汗、右前髪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 、左マント、左マント、右前髪、右前髪、左マント、前髪を切ってマントを取れ。不潔な。原作の時から思うとったわ。うーじゃないね。普通の医者や。普通の医者、すいません、こんなの医者いません。何かありましたか？あ、お医者さんですか？普通の医者です。いや、普通の言わなくていいです。向こうで女性が倒れたんですよ。じゃあすぐに緊急オペが必要となるでしょうね。あ、そうですか。あ、飛行機の中だからメスのようなものがない。この方です。何か写真のようなものは持ってますか？あ、あの妻の写真なら貸していただけますか？汚ねえ。中枢すごい。写真をメス代わりに。何の音ですか？天才がゆえに出る声だ。声すごいっすね。え、血が首で止まってるじゃないか。どうするんですか？血を抜かないとボールペンのようなものあるか。ボールペン、あ、あります。首に刺すんだ。僕ですか？血を抜かないとこの人は死んでしまうぞ。わかりました。いや、早くやれ、血を抜け。はい。何をしているんだ。え、血がほとんどないじゃないか。あなたが言ったんですよ。どうするんですか？あー、福さん。ちょっと、先生。先生、輸血の癖がすごい。先生、大丈夫ですか？ピン、治りましたか？死んだよ。死んだらあかん。死んだらあかん。死んだらあかん。こういうので死んだらあかん。死んだらあかん。生かせ。生かすやつ。生かすやつ。生かすやつ。すいません、お医者さんいませんか？何かありましたか？お医者さんですか？医者です。向こうで女性が倒れたんですよ。じゃあすぐに緊急オペが必要となるでしょうね。わかりました。あなたは機長ですか？機長です。すぐにこの患者を降ろしたいんだ、はい、これは確か関空行きの飛行機ですよね。そうです、はい、それをすぐ羽田に戻すことはできますか？やってみます。嘘つけ。私は飛行機に何度も乗ってるが、関空行きが帰ることなんて一度もここに映ってきた。お前はハイジャックなんだな。くそくそ。どうしたんですか？傷を負ってるじゃないですか。僕は医者です。完全な二重人格だ。勉強しすぎてこうなる。気をつけろ。飛行機の中だからメスのようなものがない。シャキン。もう爪がメス。化け物だ。これはかなり内臓が弱っているな。そうですか。両手を出せ。もう機能していない。ほとんど直持ちですか？いいんすか？ああ。先生、臓器を入れ替えている。すごい術だ先生。ああ、しんどい。そらそうですよ。そうでしょう。患者のですから。急にしんどい。グロいだけだ。ピン、治りましたか？ああ、よかった。ただしこの患者が目を覚ましたら言ってあげてくれ。なんと。何か体に異変が起こったらカニ道楽の本店に来るよ。店長かい。萌えはどうもありました。あの最近はね、あの東京の方にね、はいはい、住み出したんですけどね。ちょこちょこね、ことしてもらってます。まあ東京は何がすごいってね、はいはい、寿司がうまい。あ、確かにね、うん、本場で江戸前寿司なんか言いますからね。ね、僕ね、お寿司が大好きでね。はい、あ、そうなんか、ね。だからあの将来お寿司屋さんやりたいの。あ、なんか大将みたいな感じ似合うんちゃう？しかもあの、ちょっとこだわったね、高級なあのカウンターだけのお寿司。あ、雰囲気あるところね。そうそう、あ、いいやんか。それちょっとやらさせて。お客さんで行くわ。すいません、一人行けます？あらじゃい。あらじゃい。あらじゃい。いらっしゃいですよね。どうしました？眩しいんですか？えらい眉間にしわよく眩しいんですか？あらじゃい。あらじゃいって言ってますよね。すいません。眩しいんですか？すごいっすね。外寒くなってきましたね。あ、そうですね。その年だと答えるでしょう。いや、おじいじゃないですよ。
34歳ですからまだ若いんですよ。どないしましょう。あのお任せでお願いします。ありがとうございます。そう言っていただけると助かります。何も一人でやってるもんでね。あ、そうなんですね。他にもお客さんいてますんで。先客の方がいらっしゃるんですね。当てからでよろしいですか。握りの前でちゃんと料理、はい、当てがある。ドゥズー、油の乗ったサンマの腹綿を取って中にもみじ入れて焼いてます。もみじ塩振ってますんでそのままドゥズー。こだわりがすごいな。もみじの味なんかするんか。なんかねじり上げてるな。ドゥーズー、アマダイの皮のねじり焼きです。ねじり焼き、熱いうちにドゥーズー。この人料理へのこだわりとドゥーズーの癖がすごいな。ただもんじゃないぞこの人。ドゥーズー、ありがとうございます。スパムです。スパム、こっちスパム。いや、ねじり焼きとかすごいこだわってたやん。ドゥーズー、お客さん、沖縄の魚ってあんまりイメージいいことないでしょう。確かに。ただね、これ表面炙るとぐーんと甘みが増すんで、寿司を打て増すんで、どのままどど。寿司の単純作業ばっかりやっておかしくなったんですか。大丈夫ですか。ドゥズ。あ、ありがとうございます。お客さん、沖縄の魚ってあんまりイメージいいことないでしょう。あ、確かに。沖縄のスパムです。スパム2連続でスパム。どうぞ。三色巾着です。三色巾着。中にイクラとウニとちっちゃいカニ入ってます。ちっちゃいカニが口の中が痛いからちっちゃいカニがいらない。ちっちゃいカニいらないですか。いらないですよ。もう取らなくていいですから、いちいち。あ、来た。どうぞ。ありがとうございます。三色巾着です。あ、ありがとうございます。中にスパム入ってます。スパム。一色。一色巾着。スパムやったら。何や、出歯で刺すな。出歯で刺すな。何をしてんねん。すいません、イラッときて出歯で刺して。え、首からあげるな、お前は。礼した後に首からあげてくるな。すいません、何してんねんこの店は。何やねん。そろそろ握りの方行きましょうか。握りね、こっから楽しみやな。ドゥズ、もしよかったら当ててみてください。当てるシステムね。ああ、そうです。マグロはマグロですけど、マグロのここ頬肉です。頬肉、弾力は全然違うでしょ。あ、美味しいって聞いたことがある。楽しみや。そろそろ握りの方行きましょう。あ、お願いします。ドゥズ、ありがとうございます。もしよかったら当ててみてください。あ、いいですか。ちょっとわからないですね。イルカのここです。どこ出してんの。どこを出してんねん、お前。ここのここです。ここのここやれへんから。紺色の方です。紺色の方とかいらんねん。臭みがすごいでしょ。臭み取ってから出すよ、気持ちが悪い。ドゥズドゥズ。これ何なんですか。ハンマーヘッドシャークのここです。気持ち悪いな。いらんねん、あの。脂身がすごいでしょ。食べるとかちゃうやろ。食べれるかどうか分かりません。調べてから出せ。ドゥズドゥズ。これ何なんですか。ショウチンアンコウのここです。いらんわ、そんなとこ。食べにくいやろ。少々毒があります。毒も取ってから出せ。ドゥズ。何なんですか、これ。イカニカンです。イカニカン。こんなんとか、こんなんが出た後にイカが2か。なんやこの順番は。なんやねん。上から刺すな。アメリカの刺し方すな、お前は。雑誌やれへんだろ。さっきは出歯でこうで、次はアメリカやないか、それ。首から上がるんだぞ。首から上げてくるな、お前は。すいません、イラッと来てアメリカの差し方して。もういいですよ、もうお会計してください。3800円です。妥当やな、もうええわ。どうもありがとうございました。